1985年9月スーパーマリオブラザーズの登場でそれまでに増して人気が加速したファミリーコンピュータ。すると当然のようにその人気に便乗しようと多くの業者が現れ、さまざまなファミコン関連商品が作られた。今回はそんなファミコン人気に便乗してとある下町の商店が作った商品が大手企業を激怒させてしまった事件を追った。ファミコンやっちまった事件簿。ファイルナンバー4、台東の逆鱗に触れ公開謝罪することになった下町の商店。ファミコイン、こちらのおもちゃをご存知だろうか。台東が製造していたファミコン関連の商品、500円玉サイズで裏面が十字にくり抜かれており、ファミコンの十字キーにはめて遊ぶ。操作がしやすくなるという触れ込みだが、実際はここでは触れないでおこう。だがちゃんと任天堂からファミリーコンピューター専用の商品ですよというお墨付きを得ている商品。200円という比較的親に買ってもらいやすい値段ということもあってか、結構売れたようだ。ファミコンのジャイロダインにも同梱されていたので、そちらで覚えておられる方もいるかもしれない。そんなファミコインの人気にあやかろうと、同じようなものを発売して台東に激怒され、ファミマガに謝罪文を掲載させられた商店があるのだ。こちらがその謝罪広告。訂正とお詫び、お客様各位、株式会社台東様、任天堂株式会社製ファミリーコンピューターのコントロール補助装置として株式会社台東がファミコインを考案開発し市場展開を行って人気を博していることはすでに周知の事実であります。その後、当社及び関連業者は上記ファミコインと同等の装置チャレンジアップを市場展開いたしましたが、同チャレンジアップはファミコインに類似していると判断し、また使用上の支障も発見されたため、今般当社及び関連業者はチャレンジアップの制作を自発的に中止いたしました。ご利用のお客様各位並びに株式会社台東には多大なるご迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。昭和61年5月東京都足立区グリーンサービス商会、江藤治。台東に許してほしければ謝罪文を出せと言われた感満載の文章。当時ファミマガにこの大きさの記事を出すにはいくらかかったのか、ファミマガの2代目編集長山本直人さんに伺ってみたところ、イレギュラーなものではありますが広告代金以外のものは必要としていないんじゃないかと。これですと6分の1ページ程度ですので、高くても20万円程度ではないかと思います。2色ページの広告は周辺機器や書籍など以外はなかったかと思うのですが、もっと安めなので6分の1だと10万円強くらいが相場かと思います、とのことだった。山本さん、ありがとうございます。10万円強をかけて謝罪広告、これは悲しい。ここに書かれているファミコインと同様の装置チャレンジアップなるおもちゃとは果たしてどんなものだったのか、どれほど売れたのか、そして台東には何と言われたのか、これはグリーンサービス紹介さんに聞いてみるしかない。早速ネットを調べてみたが、該当するような商店やチャレンジアップに関する情報は一切なし。今から35年も前の小さな事件、当たり前といえば当たり前。ということで記事に書かれていた住所を訪ねてみることに。東京下町のどこにでもある風景。目的の番地を発見するも、そこには比較的新しい一軒家が建てられており、名前も違っていた。町内をくまなく歩いてみたが、それらしい商店は発見できず。やはりもう存在しないのか。そこでちょうど外で作業されていたご近所の方に伺ってみた。すいません、ちょっとお尋ねしたいのですが、以前この辺りに江藤さんという方のお宅がありませんでしたか？江藤？ああ、そこにあったよ。江藤さんご存知ですか？うん、俺江藤と同級生だから。なんと運よく同級生の方だった。この記事に書かれていた江藤治さんのお子さんと同級生とのこと。実はカクカクしかじかで江藤さんにお会いしたいのですが、今はもうこちらにはいらっしゃらないのでしょうか？
そうだね、もうずいぶん前に引っ越したよ。やはり記事に書かれていた住所に今は住んでらっしゃらないようだ。今はどちらにいらっしゃるかご存知ありませんか？ちょっとわからないね。そうですよね。すいません、ありがとうございました。残念ながら現在いらっしゃる場所はわからなかった。仕方なく元来た道を引き返す。がどうしても諦めきれず再度同級生の方のもとへ。何度もすいません。江藤さんが現在いらっしゃる場所を知る方法は何かないでしょうか？そうだな。すぐそこに同級生がもう一人住んでるんだけど、もしかすると知ってるかもしれない。ゆかちゃん、井上ゆかさん。なんとここで一筋の光が。早速教えていただいた井上さんのお宅を訪ねてみた。すると同級生のゆかさんはお留守だったが、お母様にお話を伺うことができた。かくかくしかじかで江藤さんにお話を伺いたくて探しているんですが、今はどちらにいらっしゃるかご存じないでしょうか？江藤さん最近亡くなったのよ。え、そうなんですか。仲良くしていたから私もショックで。そうでしたか。このグリーンサービス紹介というのはわからないけど、江藤さんは昔ガチャガチャ関係の仕事をしていらしたのよ。ということはこのチャレンジアップというのはガチャガチャに入っていたものですかね？それは私はわからないけど、江藤さんと一緒に働いていた方がそばに住んでいるから、その人に聞けば何かわかるかもしれないね。江藤さんご本人に伺うことは残念ながら叶わなかったが、ここでまたしても一筋の光が。井上さんに事情を説明してもらい、後日改めて元同僚の方をお尋ねすることに。昔はね、うちも喫茶店をやっていてゲーム機を置いていたのよ。テーブル型のやつですか？そうそう、あの当時は随分儲かったのよ。それは1978年のこと。台東からスペースインベーダーが発売されるや否や日本中で大人気に。喫茶店にもスペースインベーダーを中心に様々なゲームのテーブル型巨体が導入され、朝から晩までにぎわっていた。ゲーム関係で起こった社会現象第一弾と言っても過言ではない。江藤さんが台東から怒られていた一方で、井上さんは台東で儲けていた。ヨンスタから2人目の VTuber が誕生。やっほー、 YouTube チャンネルヨンスタから生まれた VTuber の天野ミルです。これからたくさんのことを発信していきたいと思ってるので、よろしくお願いします。そして後日、元同僚の坂本さんを訪ねお話を伺った。1986年に江藤さんがファミコン雑誌にお詫び記事を出されていたのですが、ご存知でしたか？いや、知らなかった。これがファミコインなんですが、似たチャレンジアップという商品を作って台東さんから怒られたようなんです。初めて聞いたな、そんな話。こういう感じのおもちゃ見覚えありませんか？ないな。そうですか。グリーンサービス紹介というのはそもそもどういった会社だったのですか？昔はおもちゃ屋とか駄菓子屋の店頭によくゲーム機とかガチャガチャが置いてあったでしょう。それの営業していた会社だったんだよ。置かせてくれるお店を探して設置して管理してといった感じですか？そうそう、売り上げを回収してガチャガチャは補充して。もともと江藤さんも俺もガチャガチャを製造販売していた会社にいたんだけど、江藤さんがそこから独立して俺も江藤さんのところで一緒に働くことになったんだよね。それがグリーンサービス紹介ですか？そうだね。でも数年で倒産しちゃったんだよ。1988年頃だったかな。何人くらいいらっしゃったんですか？江藤さん含めて4人。みんなもともと同じ会社にいたんだよ。この記事は1986年なので、一緒にやっておられた時ですよね。そうだね。そうだけど、知らないな。ここに書かれているチャレンジアップという名前もお聞きになったことないですか？
もし可能性があるとしたら、ガチャガチャに入っていたおもちゃですかね。あるとしたら多分そうだろうね。20円とかのガチャガチャだとこれが当たりだったんだろうな。ハズレは小さい人形みたいなやつとかで、当時はハズレのおもちゃは香港から仕入れていたんだよ。へえ、そうだったんですか。ガチャガチャはお店には売り上げの何割くらい渡すんですか。当時はガチャガチャは店に2割だったかな。テレビゲームが3割5分とか4割とか。それじゃあ契約数増えないと結構経営大変ですね。だから潰れたんだよ。なるほど。チャレンジアップがどんなのだったか知る方法ってもうないですかね。そうだな。もう一人一緒に働いていた人がいるから電話してみるか。つながるかわかんないけど。4人でやってたけど、一人はもう死んじゃって、江藤さんも亡くなったから、あとはこの人だけ。そうでしたか。すいません、ありがとうございます。ということで電話をしてもらい、お話を伺うことに。かくかくしかじかなのですが、江藤さんが謝罪記事を出しておられたことや、チャレンジアップというおもちゃを作っておられたことをご存じないでしょうか。知らないな。ただガチャガチャの会社なんでね、江藤さんが関わっていたとするとガチャガチャに入っていたものだよ。やはりその可能性が高いですか。間違いなくそうだね。その記事に書かれている関連業者っていうのは名前は言わないけど、おそらく当時ガチャガチャを製造していた大手のことだよ。でもさすがに大手が同じようなものを作るのはまずいから、グリーンサービス紹介の名前を借りたんだと思う。当時はそういうところ緩かったからね。見つからなければラッキー。見つかったらごめんなさいと。なるほど。じゃあ江藤さんは名前を貸されただけの可能性があるということですね。そうだと思う。グリーンサービス紹介は営業設置管理が業務で、商品の製造はしていないから、グリーンサービス紹介の名前で大手が製造していたんだろうね。当時は他の会社も同じようなファミコンのおもちゃ作ってたと思うよ。コントローラーにはめるアダプターみたいなやつ。ファミコン人気に便乗したおもちゃ結構いろいろありましたもんね。あったね。貴重なお話ありがとうございました。以上が元同僚の方々が教えてくださった内容である。江藤さんご本人にお話を伺うことはもう叶わないため、細かい経緯を知ることはできないが、おそらく1985年冬から86年春にかけてファミコインが人気となり、それに目をつけた大手ガチャガチャ会社がグリーンサービス紹介の名前を借りて製造した。それが対等に見つかってしまい怒られたということのようだ。元同僚のお二人ともチャレンジアップもファミマガの記事も全く見覚え聞き覚えがないとのことだったので、江藤さんがご自身だけの判断で名前を貸されただけという仮説は非常に納得がいく。さて、チャレンジアップという商品、台頭の逆鱗に触れたようだが、そもそもどの部分に台頭は激怒したのか。ファミコインをよく見てみると、裏面に本製品は特許出願中です、無断での製造販売にはご注意くださいとの一文が。気になるポイントは特許出願中。権利侵害となるのは特許が認められ特許権が発生してから。特許の場合、通常は権利化までスムーズにいっても1年以上かかる。その間に模倣品を作られても権利侵害とはならない。それでも特許出願中と書くのは、詳しくない人に足踏みさせる一定の抑止効果を狙ってのことなのだろう。そもそも台頭は本当に特許を出願していたのか。していたとしたらどのような部分で特許を取ろうとしていたのか。当時の資料を調べてみた。すると発見！十字スイッチ用アダプタ。出願日は昭和60年1985年9月19日。これは謝罪記事の出る半年ちょっと前。考案者は佐藤博明さんと藪崎久江さん。佐藤さんといえば爆笑人生劇場などを制作された方。藪崎さんといえば危機開会の企画やキャラクターデザインをされた方。出願人は株式会社台頭。
そして特許ではなく実用新案。特許と実用新案の違いを簡単にまとめてみるとこんな感じ。保護の対象は特許が物や方法、プログラムなどの発明に対し、実用新案は物品の形状や構造、または組み合わせに関わる考案に限定されている。実用新案は特許に比べ審査期間が短い、費用が安いなどのメリットがあるが、実際に権利を行使するには技術評価書なる資料の提示が必要であったりと、結構ハードルが高い。どの部分で登録しようとしていたのか見てみると、十字キーに貼り付ける板状体と貼る用の接着剤からなるアダプター、板状体の裏面には十字キーにぴったりはまる十字溝がある。板状体の裏面は円錐面となっている。接着剤は両面テープ。そしてメリットとして、ゲーム機の十字キーは十字型である上、比較的小さいので長時間使用すると指先が痛くなる。この円盤状のアダプタをつければ操作性が向上して長時間使用できるようになる。またアダプタの上面にゲーム関連のキャラクターや CM などを表示し、宣伝に利用できると説明している。添付されているイメージはこんな感じ。これは間違いなくファミコイン。ではこの考案は特許庁による審査は通ったのか。当時の記録を見てみると、1985年9月19日に出願し、足りなかった資料を5日後の24日に提出。しかしその後手続きがパッタリと途絶え、出願審査を請求したのは1989年7月28日。そしてその1年後の1990年7月24日に、特許庁より認められないとの拒絶通知が届く。再度問題点を補正し意見書とともに提出するも、あえなく撃沈という流れだったようだ。やはりグリーンサービス紹介に激怒した1986年5月時点では台東は何の権利も持っていなかった。またその後も4年ほどは何も手続きせずに放置。なぜファミコインの販売も終わっていたであろう1989年になって手続きを再開したのか。もしかするとスーパーファミコンでスーパーファミコインの発売を検討していたのかもしれない。さてこうなると台東は一体何で起こったのか。考えられるのは、1、チャレンジアップの上面に台東のゲームの絵柄が入ったシールを貼っていた。2、チャレンジアップの不具合のクレームが台東に来て業務に支障が出た。3、権利は発生していなかったが怒ってみたら相手が法律に詳しくなくうまくいった。このあたりだろうか。謝罪広告の掲載料自体はおそらく江藤さんではなく大手ガチャガチャ会社が出したと思われるので、江藤さん的に懐は痛くなかっただろうが、苦い思い出となったに違いない。ということで今回はファミコンブームに便乗し同じような商品を作って台東に激怒されてしまった下町商店の事件をご紹介した。非公式グッズ、パチモノグッズが溢れていた80年代。子供にとっては少ないお小遣いで買えるありがたいものだった一面もあるが、それを許していては商売が成り立たない。台東の対応は至極当然のものだろう。今回ガチャガチャの景品だったと判明したチャレンジアップ。きっとまだいくつかは誰かの家の押し入れや物置、机の中に眠っているに違いない。見つけた際はぜひご自身で思い出とともに大切に保管していただきたい。